おはようございます。一宮キリスト教研究者のアグロツトムです。今朝もご一緒に聖書を学んでまいりましょう。今朝の聖書の箇所は旧約聖書詩編第123編です。本詩123編は、異教の異国の地に散らされたイスラエルの民が、3節、私たちは蔑みでいっぱいです。4節、私たちの魂は安逸をむさぼる者たちのあざけりと高ぶる者たちの蔑みでいっぱいです。と歌いつつ、神の都エルサレム、そこにある神の臨在の象徴的場所としての神殿を恋焦がれつつ聖地に向かって、巡礼の旅の途中に口ずさまれた歌であったことでしょう。新約の光において都上りの歌である120編から134編は、天にあるエルサレム、更新された被造物世界たる新天新地に至る旅の途中にある私たちが口ずさむために作られた歌でもあります。では、私たちは蔑みでいっぱいですという歌、私たちは私たちの信仰生活のうちにどのように生かしていけばよいのでしょう。そのようなことを考えながら本詩に傾聴してまいりましょう。詩編第123編、都上りの歌。 A、信頼の漂白。一節、あなたに向かって私は目を上げます。天の御座についておられる方よ。まことにしもべたちの目が主人の手に向けられ、使える女の目が女主人の手に向けられるように、私たちの目は私たちの神主に向けられています。主が私たちを憐れんでくださるまで。 B、 苦難の描写。3節、憐れんでください、主よ、憐れんでください、私たちは蔑みでいっぱいです。私たちの魂は安逸をむさぼる者たちのあざけりと高ぶる者たちの蔑みでいっぱいです。本詩123編の、私たちは蔑みでいっぱいです。4節の、私たちの魂は安逸をむさぼる者たちのあざけりと高ぶる者たちの蔑みでいっぱいです、には、イスラエルの民の歴史観を垣間見ることができます。それは神の約束と取り扱い審判、そして回復の歴史というイスラエルの歴史の捉え方です。それを第一に祝福の約束の歴史の時期、第二の新明記的歴史の時期、第三の歴代史的歴史の時期と三つに分けて捉えます。祝福の約束は、イスラエル民族の歴史は父祖アブラハムから始まりました。アブラハムは全人類の堕落による罪と死と永遠の滅びという背景の中で、祝福の約束、すなわち救
救いの福音の約束を受け取りました。それはイスラエル民族がイエス・キリストの人格と宮座による救いを受け取る準備として手段として用いられたということです。神は歴史的出来事や知恵文学、また預言者たち等を通してその準備に取り組まれました。神はイスラエルに数多くの準備教育を施されました。それらは皆チコリント十章十一節にあるように世の終わりに臨んでいる私たちへの教訓とするためでありました。祝福の約束を与えられたアブラハムとその子孫イスラエルは星の数のように浜の砂のように数えきれない子孫を与えられ、それは約束の地での国として成立していきました。新明記的歴史とは、その国は新明記にありますように神の御旨によって統治されなければ地の果てにまで散らされる運命にあるということでした。それは新明記28章に記されています。ダビデ・ソロモン王の時に頂点を極めたイスラエル国家は二つに分裂し、北イスラエル王国はアッシリア帝国に、南ユダ王国はバビロン帝国に滅ぼされ、捕囚民となってしまいました。歴史的歴史とは、70年間の捕囚の後、ペルシャ帝国支配の時に帰還が許され、エズラやネヘミヤの指導のもとに、神殿やエルサレムの再建へと導かれた時期のことです。世界各地に散らされたイスラエルの民はこのような歴史を抱えており、それは彼ら自身のうちにおいても、私たちは蔑みでいっぱい、また周囲の国々の民からも安逸をむさぼる者たちのあざけりと高ぶる者たちの蔑みでいっぱい、そのような民族としての誇りとか栄光がずたずたに引き下がれた心情の中に置かれていました。ですから二節の私たちの目は私たちの神主に向けられています。主が私たちを憐れんでくださるまでというのは、イスラエルの民にとって民族国家の植民地的支配からの独立であり、ダビデ・ソロモン王朝の時のような栄光と栄華の回復であったことでしょう。イスラエル民族は小国分立の時期にダビデ・ソロモン王国の栄光と栄華を極めましたが、アッシリア帝国、バビロン帝国、ペルシャ帝国、アレキサンダー大王のギリシャ帝国、ローマ帝国と続く大国支配の時代には植民地支配に甘んじざるを得ませんでした。そこでは限定的な自由はありましたが、真の自由ではなく、四節にあるように私たちの魂はあざけりと蔑みでいっぱいであったことでしょう。二節の誠にしもべたちの目が主人の手に向けられ、使える女の目が女主人の手に向けられるように、私たちの目は私たちの神主に向けられていますとは、大国支配のもとにあって非力な
少数民族にあっては圧倒的な神の主権的御業にすがるほかないという状態を表しています。それは主が私たちを憐れんでくださるまで、すなわち神の主権的恵みが表されるのを待ち望んでいるという告白です。このようにイスラエルの民は一節にあるように、天の御座についておられる方に目を上げるほかなし得ることはなかったのです。では新約の光に生かされている私たちは本詩をどのような意味合いを持って口ずさめばよいのでしょうか。私は3節4節の私たちは蔑みでいっぱいです、私たちの魂は蔑みでいっぱいですを、私たちの人生で起こりうるいろんな形の否定的状況に当てはめることが可能ではないかと考えます。私たちは何かで失敗するとき、人間関係がうまくいかないとき、こけるとき、つまずくときと、人生のあらゆる局面でセルフイメージを落とします。自信がなくなり、自己を過剰に貶める傾向があります。そのようなとき、本詩の3、4節の私たちは蔑みでいっぱいです、私たちの魂は蔑みでいっぱいですと主に口ずさみましょう。そして第1サムエル1章2のハンナの祈りにあるように、募る憂いと苛立ちを注ぎ出し終えたら、天の御座についておられる方に向かい、一節目を上げましょう。そして二節、しもべたちの目が主人の手に向けられ、使える女の目が女主人の手に向けられるように、私たちの目を私たちの主に向けましょう。難しい祈りの文面を長々と考える必要はありません。口数を多く増やす必要はありません。ただ詩編に習い、主が私たちを憐れんでくださるまで、神の民の老少に習って、三節、憐れんでください、主よ憐れんでくださいと口ずさみましょう。私たちの主は生きておられる神様ですから、きっと出エジプトの時の航海の岸辺での出来事のように、エリコの城壁の時の出来事のように、私たちの置かれている状況を、また事態を変えてくださるでしょう。箴言21章1節には、王の心は主の手の中にあって、水の流れのよう、主は御心のままにその向きを変えられるとあります。私たちの神はこれは絶対無理と思われる、もつれた人間関係においても、人の心を川の流れのように変えてくださる神の御業を見せてくださるでしょう。天のエルサレムへの私たちの巡礼の旅は、雲の柱、火の柱に導かれた、天からのもの、空からのうずら、岩からの水のドラマであることでしょう。ではお祈りいたしましょう。